辻元清美、エッフェル塔ポーズで大炎上、共産党、小池晃が批判で自民党の女性局が少子化対策の研修旅行でフランスに行った件で共産党の小池さんがエッフェル塔ポーズはないんじゃないですかなどと発言されてしまい立憲民主党の辻元清美さんのこちらの写真が大炎上してしまっております。まあ、こちちらら辻元さんはとばっちりをくらっているように見えますが 記念写真を撮るのも、その際にポーズを撮るのも自由ではございますが、それらをこのように SNS に投稿してしまいますと、あらぬ批判を招く場合がございますので、国会議員の皆様には注意していただければなと思います。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。